お腹すいた、お腹すいた。たっぷり食いだめしたし、お弁当も抱えきれないぐらい持ってきたのに、もうお腹ペコペコですよ。私の胃袋、穴でも開いてるんですかね。ひもじいです、やばいですね。こんな調子だとまた行き倒れちゃうかもしれません。ふらふらする。なるべく王家の装備を使わずにいればお腹も空かないんですけど、ひっきりなしに魔物が襲ってきますからね。全力で対応しないと死んじゃいますし、誰か護衛でも雇えばよかったんでしょうけど、そんなこと気軽に頼める相手もいませんしね。町で知り合いになった子は何人かいますけど、どうせまた忘れられるなら、これ以上は仲良くなっちゃダメですよね。お別れが辛くなるだけです。ん？そこの茂みが動いたような。ラッキー、動物か魔物なら買って食材にできます。天からのお恵みってやつですね。私運命に愛されてる。わーい、いただきます。おっと、あれ、おいっす、よく合いますね。元気ですか？あ、ごめんごめん、うっかり切りつけちゃいましたね。どうして茂みの中を歩いてたんです？落とし物ですか？一緒に探してあげましょうか。ふむふむ、ちょっと山奥に用事があるんですね。魔物に見つかったら面倒だからってこっそり茂みに身を隠しながら歩いていたと。忍者みたいですね。忍者知りません？大昔にそういう特殊技能兵がいたらしいですよ。まあおとぎ話ですけどね。ともかくどういう事情かわかりませんけど、一人旅は危ないですよ。近頃本当以上に魔物が増えてますから、もうちょっと歩くごとに襲われちゃいます。ふらふら街の外を出歩いたら命がいくつあっても足りませんよ。あなたって弱っち。ああ、いや、可愛い感じなんですからね、死んじゃいますよ。よかったら途中まで一緒に行きましょうか。護衛してあげますよ。その代わり食料を分けてください。うーん、私またお腹ペコペコ状態なんです。ん？ビスケットをくれるんですか？ありがとうございます。このご恩は忘れません。恋してもいいですか？うんうん、うまーい。はぁ、生き返る。全身にカロリーが染み渡る。甘いものを食べるとドーパミンが溢れてきますね。恋しちゃいますね。はぁ、本当に助かっちゃいました。あなたはいつでも私を助けてくれますね。チューしてもいいですか？え、いいんですか？マジでしちゃいますよ。全言撤回はしませんよ。あなた、いまいちチューが何なのか分かってない感じですね。記憶喪失なんですもんね。そんな子に無理やりしちゃうのは、ちっちゃい子を騙してるみたいで気がとがめます。それはさておき、そちらの事情を説明してくれます？ふんふん、あなたは山奥にあるエリザベスパークっていうところに向かってるんですね。牧場か、美味しいものがいっぱいありそう。あなたが寝泊まりしてるサレンディア救護員がシャドウというのに襲われたりして危ないから、一時的に子供たちを疎開させるつもりなんですね。とはいえ、いきなり押しかけても先方に迷惑だからって、あなたが代表としてまずご挨拶に伺うと。あなたはエリザベスパークの人たちとは顔見知りだからって。なるほど、そのためにあなたは一人で行動してるんですね。
サレンディア救護員からエリザベスパークへの使者として、先方と顔見知りなら交渉もしやすいでしょうしね。そういうお仕事っていうか使命のために単独行動してるんですね。お疲れ様です。いい子いい子。ごめんなさい、気軽に頭を撫でちゃって。私スキンシップが過剰なんですかね。ずっと一人で行動してたから人恋しかったんですよ。ん？私は何をしてたのかって。私はね、ちょっと特殊なお家の事情があって、全国行脚っていうか武者修行の旅をしてるんですよ。あちこち巡って人助けをしたり、民を困らせている悪い魔物をやっつけたりしてるんです。うちの家系はそういう武者修行をしないと一人前だって認めてもらえないんですよね。めんどくさいお家柄なんですよ。伝統とか掟とかが多くって苦労しちゃいます。でもまあ親は、生まれる家は選べませんからね。仕方ないことです。全国を巡れるので、いろんな地域の美味しいものとか食べ歩きできますしね。なかなか楽しいですよ。一人旅なので寂しくはあるんですけど、初めてあなたと出会った時も武者修行の結果を報告するために私の実家があるランドソルへ向かってたんですよ。はい。でもどうもまだ武者修行が足りないみたいで、お家から叩き出されちゃったんで、またしばらくは全国を巡るつもりです。もう少しランドソルに滞在してもよかったんですけどね。あなたやコッコロちゃん、ケルちゃん、仲良くなったこと遠ざかるのは寂しいですし、でもこれが私の宿命ですから仕方ないことです。根性の別れってわけでもありませんしね。一人前だって認められたらランドソルでずっと暮らせますし。そういえばあなたっていつもコッコロちゃんと一緒にいた気がしますけど、今日は別行動をしてるんですか。何か気になることがあるからってコッコロちゃんは神殿にこもってるんですね。なぜ神殿に。あの子ってシャーマンらしいですし、神様と交信でもしてるんでしょうか。ねひひ、私の方は当てどない旅をしています。特に具体的な目的地はありませんから、よかったらあなたを護衛しますよ。うん、目的地まで無事に送り届けてあげちゃいます。ご迷惑でなければ。これも人助けですし、旅は道連れ世は情けって言いますしね。あなたのことが心配です。ちゃんと無事にお家まで返してあげたいです。帰れるところがあるっていうのはありがたいことですからね。エリザベスパークでよく顔を合わせる子で、名前はリンちゃん。どうしたんでしょうね、ただならぬ様子ですけど。助けてって言ってますし、気な臭い感じ、非常事態みたいですね。あなたも警戒しといてください。私のそばから離れちゃダメですよ。全力全開、細切りですよ。プリンス